もちろんこじたつもりなんだけど甘いかね。うん、甘いかも。でここからねすごい虫、あの小金虫いっぱい出るよ。そうでしょ、うん、だからやった後はオルトラ買うよ。一番最初のビオラオルトラ DX の赤くないあのあブルーの方、うんうんうん、オルトラ DX ってやつはその小金虫も効きますから。え DX ね、うん、あのブルーの方ちょっと高い。うん、何が違うのかわからんなと思っとった、うん、あの普通オルトラって、うん、あの植物がオルトラを吸い上げて、うん、ぐっと上につく、うん、あのアブラムシとか、うんうん、毛虫とかイモムシに効くんだけども、オルトラ DX は、うん、あの土の中のコガネムシの幼虫にも効くと言われています。あ、じゃあそれ買ってくる。そう、それ買ってきた方がいい。あ、そう、私はすごいいっぱいあるわ。でもこれからいろいろ質問してもいい。うん、質問してくださいあのさ、はい、その肥料とかね、すごいこれとかさ全然わからんわね。私いつもさ、ほら、持てもせんから14リットルの一番安いブランドの土買ってきたやつなんだけど。あ、土の話ですね。土、はいはい、そう、土の話なんだけど、うんうん、なんかさ、本当はさ、なんかそういう、なんか風のやつとかも入れればいいのかもしれんけどさ、あのね、でもさ、住宅地やったら臭いからダメなんやろ、うん、あの、牛糞とか、うん、あの、要は堆肥っていうのは、うん、肥やしではないんですよ。肥やしの可能性がある素材というか、そういう位置づけなんですよ。だから肥料とは違う。堆肥っていうのは、堆肥っていうのは次混ぜ込むと生物の働きが活性化して、で土が豊かに深いなんて、そういうことなんです。これすごい、こんなこの石なんだとあれ、私は落ちたんだけど、ね、こんなにね、すごいじゃない。終わったつもりでおった。全然終わったつもりになってませんよ、これ。ダメ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 でもさ、あと植えるだけだったら結構楽だね。あと植えるだけ楽ですね。楽だよね。並べて植えるだけ。3つでやってみる。4つぐらいそれでいい。うちの石掘りまでしていただいてなんかすいませんこれすごいそうでしょ。だけど私はほじったつもりだったんだけどね。あんまりほじったことない。あの、しゃべりでやっとくから、しゃべりしか持ってんからこうなるとやっぱりさ、女の人もいるじゃない。そうですね。いやでもさ、もっとごつい人もおられるかもわからんけどさ、うん、力である人も、力のある女子もいるかもしれない。うん、今小金星の幼虫いたんだけど、うん、見せない方がいいですよ、気持ち悪い。いや、私もう大丈夫だよ。大丈夫。あ、小金星は私、後で撮りますわ。金でも出てくれないけど、そうそうそう、金が出てくる。といつも思いながら、いい石ばっかりだわみたいな。また来たね、これ。でかいでかいでかい。でかいね。でかいわ。でかい、これは。質問なんですが、ちょっとやりながらすいません、はい、その生垣の下もそのうちやろうと思うんだけどさ、ここに一番だから植えた、うん、そういった生垣下の方カットだいぶせんなんわけ。いや、生垣って見たことってから見たことちょっとカットしようと思ってちょっと買ってみたりして、でもあまり刈りすぎてもみっともなるな。これも触る方がいいですよ。ねえ、変だよね。触る方がいい。ちょっと様子見ながらと思って。バラとかひっくり返って帰るのかな。うん、すごい風だったね。もうなんか
もうチューリップもバッタバタになったしさ、ショック、すごいショック、ショック。なんかさ、チューリップでも丈が短いやつはさまだいいがだけど、長いやつってどうしようもないしさ、うん、でもさ、ああいうチューリップフェアとかああいうところのやつってさ、結構ほらまとまっとんねんか畑って、はいはいはい、そうしたらそれが大丈夫なんだよ。いや、やっぱあれも風吹いたら倒れるじゃないですか。でも倒れたってそれ球根取るためだから、あんまり別に畑にはないじゃないですか。なんかウジみたいなでさ、一列にさ、細いプランターに一列に並んどったらさ、はい、ちょっと当たるからさ、ダメなのかなと思って。倒れますよね。なんか何列かにした方がまたマシなんかなとか。コスモス植えたんですけど、うん、コスモスしたらダメなので、例えば倒れちゃう。うん、見てもらって、道も悲しいです。そんな頑張ったのに、倒れちゃった。モンタロさんのところ場所いっぱいあるんでしょ。ん、場所、植える場所いっぱいあるんでしょ。いっぱいあります。いいですね。休校できたら、ね、楽しみですね。そうなんです。それで、立山フラワーガーデン、うん、名前は勝手につけるって言ったとこ。そう、勝手につけたよ。でも本当にそのうち営業しようかなと思ってる。ああ、どんな感じで。いや、だからまあバラ園と、うん、バラ販売とか。いや、販売はしますね。うん、いや、今年頑張ったのがほら、ペチュニア、うんうんうん、ペチュニア一回さ、いっぱい探そうと思って、うん、頑張ってるんですよ。花中心で、まあ、花ですね、うん、あの畑じゃなくて。畑じゃない、畑はあんまり好きじゃない。もし来るし、私もあんまり好きじゃないね。適当でいいですよ、適当で。あんまり深く掘るとタイプとかやっちゃったよね。うん、ここにはないと思いますけど、うん、でもね、あの家の周りとかだったらタイプすごいあってさ、おっとっとってなるからさ。そうそうそう、あんまりこんな、うん、ツール走ってやらない方がいい。これはツール走ってやる。お芋だったらいいのにな。でしょ。フラワーガーデンに入場料を取るって感じですか、そのうち。ああ、まあ入場料150円に設定してるけど。150円、うんうん、だけど、まあ、来た人は別に無料で見てもらえたらいいです。だから無料にしとくと、うん、わけだからいっぱい来るから、うん、一応手に取りましょうってしといたら、うん、ちょっとハグを持ってくるでしょ。ああ、そうそう、わけのわからない。変な人はこれ。そうですね、トイレ貸してくれみたいなやつ、怖い。それを言ってもらって金取る気は全くないんだけど。ああ、でもそれはあったらいい。とりあえずそういうふうにしといた方が、すごい仕事だ、ほらほら。そうそう、あれだったらいいんだけど。これがこれ。でかいわね。でかいね、これ。でかいね。すごいでかい。落ちぎっちゃったかもしれない、これ。いいよ、いいよ。そこ入れてみてくださいませ。おやすみなさい。頑張ってもらうなんかな。そう、みんさん頑張ってもらう。なめくじがこんなやつ。でかいなめくじがなる。でかいし。歯が変えなんだ、これ。あ、じゃあ、テクトリックしていいですか。あ、これでいいし、取れん。いいです、取らんでいいです。だってさ、ここ2メーターに4つしか上がだったらさ、結構階段あるでしょ。まあ、そうですけど。あ、ダメだ、取れんだ。すごいあるんよ。
私は、ね、最近ほじり始めてこれ多分200匹ぐらいおったか。なんか佃煮ができるぐらいですね。食べれませんよ。あと鉢植えする時の、うん、あの三種の神器と言われてる、うんうんうん、オルトラ、うん、であと、マグアンプ、うんうん、それとあとミリオン、うんうん、これにでかーっと混ぜて、うん、下の方に混ぜて、うん、上つければ根腐れ防止にもなるし、炭鉱性とか蓄光性というかゆっくり効くようになるし、ミリオンっていうやつ、アマゾンで見つけた。あった、取った。うわ、でかそう。おでかい。出た。出た。これはでかいわ。出た。そこを入れてくださいませ。あ、またミリさん。はい。お元気ミリさん。はい。はい、さよなら。探してください。おまたあるの。うわ、でかそう。うわ、え、でかい。でかいね。見てこれ。これ。これ。こんなものが入ってる。加藤家すごいね。へえ。なんか猫カレカレなっとくからさ、ちょっとこの間の、うん、この間のさ土かぶせるわ。そうそう、うん、まずここ、ここから生え取るとこかな。こんな感じかな、うん、終わった。もう一発先やろうか。でもあんまりとほら、あ、こっちが来るってこれやっちゃったらやばいから、うん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 、じゃあこの辺で終わりしましょう。はい、あ、あ、あ、終わり。すみません、土佐さんにほじってもらいました。はい、土佐さんに。オッケー。じゃあこの辺からにしようか。うん。で終わりで。また電車の音が。さあ電車。これ最後のでかい石が発見。はい。お、そこが見えるんです。いいね。ラスト石です。はい、ありがとうございます。ラストストーン、ラストストーン、そうめにストーン。はい、ありがとうございました。